歩き人チャンネルの視聴者の皆さん、こんにちは。今日は水戸駅前にやってきました。水戸駅前でご紹介する本はこちら、山本七平さんの日本はなぜ破れるのかという本です。この本は太平洋戦争の時の日本軍の失敗の数々を振り返りながら、現代の日本人にも通じる日本人の弱点、そう、日本人が陥りがちな、その悪いところですね、欠点の数々を、これでもかとばかりに挙げ連ねる本なんですね。で、まあ、太平洋戦争の、時の出来事を、紹介しているわけなんだけども、まあ、それを、考察するにあたって、小松真一さんという人のですね、旅人日記っていう本を紹介してるんですよ。で、まあ、この小松真一さんっていう人は太平洋戦争の時に、まあ、フィリピンに派遣されたんだけれども、これなんで著者が、この旅人日記っていう本を紹介するかっていうと、これね、第一章のね、記述がなかなか面白いんだけれども、この太平洋戦争について記録した書物っていうのはたくさんあるんだけれども、まあその終戦っていうのはさ、要はその、まあ、GHQ が入ってきて、もうお前らさ、いい加減しろと、もうお前らのそのね、なんか軍国主義だかファシズムだか知らないけども、その思想ダメだと、ね、もっと民主的自由主義の国になりなさいって言って、日本は思想的な大転換を迫られたわけですよ。で、ああそうだ、お国ではなくて人の命が大事なんですねと、お国に奉仕するとかね、天皇陛下万歳でね、そういうんじゃなくて、自分が主権者なんだと、そういう考え方にいかなきゃいけないんですね、ああそうですねみたいな感じで、今までさ、天皇陛下万歳、上官の命令は天皇陛下の命令だ、死んでお前死んでこいみたいなさ、なんかそういう感じでね、自分は日本男児として立派に戦って死にたいと思いますみたいなさ、それが当たり前だった世の中から、急にさ、民主的自由主義的な、価値観がさ広まることによって、なんかさ、自分が今までやってきたことが、ダメだって言われてしまって、いや私は以前から実は自由主義者だったんですけどみたいな感じで、今までの自分の言動を無理やり正当化するっていうのかな、今まで自分は軍国主義でお国のために奉仕するみたいなことを言ってきたんだけども、ただ今それを言ってしまうと恥ずかしいので、いや、ですね、それはですね、つまり私はですね、みたいな感じで、現代の思想に合うように無理やり辻褄を合わせるような、まあ、そういう記述がなされている書物が多いっていうんですよ。でもそれじゃ正確な記録とは言えないじゃないかと。でそれに対してこの小松真一さん の旅人日記っていう本は、当時の日本軍のありよう、日本人の思想とかそういうものを、ごまかしなくちゃんと記述した書物として、重要であると。なぜならば小松真一さんは、まあ、フィリピンに派遣されたんだけれども、ただその実際にそのバンバンで戦うような軍人ではなくて、なんかね、燃料を生産するための活動に従事する、ために派遣されたんですね。だから日本国内、その内地ではなくて、その一応その、海外の、戦地には行ったんだけれども、ただその軍の中に直接入っていたわけではないっていうね。だから日本人の、日本人のありようってものをちょっと離れたところから眺めることができたっていう意味で、思想的な圧迫、こういうふうに考えなければいけないとか、こういうふうに解釈しなければいけないとか、まあ、そういうさ、圧力がかからない状態で書かれた本だからすごく重要なんだよっていうことが書かれていて、なるほどと、まあ、細かいところではありますけど、まず第一章でなぜ小松真一さんの旅人日記っていう本を重要視するのかってことについて書かれてますね。それから第2章以降で日本軍が犯してしまった数々の過ち、失敗についてくどくどと述べられているわけなんだけれども、たださ、まあ、日本はさ、戦争に負けたわけなんですよ。でそれは確かにそれアメリカとは経済力違うから、それは負けるっしょ
って思うかもしれないけども、ただいやそれにしても日本の、日本軍のやり方はあまりにも非合理的だったと、うん、もう明らかにもう負けにいってるようなね、もう負けるべくして負けるようなことばっかりやってたと。でその裏側にやっぱり日本人の思想ってものがね、あるわけですよ。それ作戦考えるのもさ日本人ですから、そこには日本人の思想ってものが反映されるわけですよね。でさ、まあ、全部紹介するわけにはいきませんので、まあ、気になったところだけ紹介すると、まず第2章そのバシー海峡っていう章では、日本人は失敗しても失敗しても懲りずに同じ作戦を何度も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 繰り広げると、うん、だから、船で、船に軍人を乗せて出撃するんだけれども、出撃するってことが相手に読まれてるから、攻撃されて船が沈められちゃうわけですよ。バーンってやられちゃうわけですね。でもやられてもやられても、次こそは成功だとか言って何度も何度もね、同じように船を出して、でその都度さやられちゃうと、うん、それでもいやこの作戦まずいんじゃないですかと、いやいやその船で何度出撃してもやられちゃうだけだからやめた方がいいですよっていう風に指摘すると、なんだお前は気がたるんでんじゃないか、お前敗北主義者だ、それでも日本人かって言われて、はあそうですねと、気合入れていかなきゃいけませんねって言って、えいえいおー頑張ろうっつってやっぱりまた同じ作戦を取ってしまうと、でその都度負けちゃうとね。いやいやさ作戦変えましょうよね、え同じこと何度も何度も繰り返したって失敗するって分かってんだからさやめましょうよってさ普通思うじゃないですか。いや日本人は思いませんね、うん、そこでね、この作戦やめましょうよなんていうやつは気がたるんでるんですよ、うん、何をバカなことをってさ視聴者の皆さん思います？あ思います？今の日本人も同じじゃないですか、うん、まあ、2021年の今コロナ騒動がね、現在進行中ですけれども、まあテレビではさなんか専門家がなんか人流抑制とかでね、まあ、こうやってさ水戸駅前でねいろんな人が歩いてますけども、こうやってね密集して歩いてるのは良くないんだと、まあ、外出する人が多いのが良くないんだと、もっとさ外出する人を減らさなければいけないのか、もっとお前ら自粛するべきなんだとか言ってさ、いやいやちょっと待てこれとね、自粛人流抑制、さ2020年の4月から5月にかけて緊急事態宣言というのがありまして、その時は結構日本人は自粛したんですよ。東京の繁華街がほとんど人歩いてないぐらいに、もうほんとみんな外出やめたんですよね。でそれでさ、もしもね自粛すればウイルスがなくなるっていうんだったら、もう去年の時点でウイルス問題は解決してるはずなんですよ。なのに解決してないってことは自粛しても意味ないんですよ、うん、人流抑制しても意味がないんですよ。これみんなマスクつけてますけど、マスクして解決するんだったらもうとっくに解決してますから、ね、だからそのやり方意味ないんですよ。もういくら自粛って言ってもそんなのさ解決するわけないだなんていうのはさ合理的に考えればわかるのに、それでも未だに専門家は気がたるんでるんじゃないかとかさ、ね、なんかニュース見ればさ最近は日本人国民の気の緩みが見られるとかさ、気の緩みってそりゃ緩みますわ、うん、だから自粛したって意味ないんだから緩むに決まってるじゃないですか。これが日本、第二次世界大戦の時に同じ作戦を何度も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 波状攻撃のように繰り広げて、それで失敗しても同じことを繰り返してしまうというさ、まあ、全然反省してませんね、うん、お前らちゃんとさ太平洋戦争を総括して反省しろよ、うん、なんか日本人は断るごとに先の大戦を反省してなんて言うけども、反省してねえのお前らの方じゃないかと、うん、あとそれから、第7章ですね、ゲイの絶対化という話がありまして、このゲイっていうのは何かっていうと、
特定の条件であれば力を発揮することのできるなんか職人的なあの技術のことですね。なんかその町工場のね、あの古い町の町工場の職人さんたちがやってる仕事とかさ、なんかそういうこう特殊な状況か特殊な条件では強い力を発揮するようなそういうなんか職人とかね、そういう人をなんか珍重しておおこの人はすごいって言ってなんかこのようなねこういう芸ができる職人さんだったら他のことにも力を発揮するんじゃないかみたいな感じで、その条件が変わった途端にその人は力を発揮できなくなっちゃうんですよ。だけどいやいやでもこの人はさ職人だからやってくれるはずだみたいな風に思い込んでしまってちゃんと適材適所ができないと。でそういうのが太平洋戦争の時にも行われて、せっかく技術者がいるのにその技術者はその特殊な条件ではその力を発揮できるのに条件が変わった途端に力を発揮できなくなって外国に派遣されたけれども結局何も仕事せずに、ニートになってしまったとっていう話がありますね。でこれもねやはり現代の日本人がやっぱり落ちてますね、まあ、これはこの本に書かれていることではありませんが私なりに具体例を挙げると、何年か前に将棋連盟で、ソフト出し疑惑事件っていうのがあったんですよ。三浦さんが対局中になんかコンピューターソフトを使って、次の一手を、判断していたんじゃないかって、それは不正じゃないかとっていうふうに疑われて、でまあその将棋連盟の内部でいろいろなんかいろいろごちゃごちゃ議論があって結局その出場停止処分になってしまったっていうそういう事件があったんですね。だけどさ三浦さんがソフト出しをしたっていう確固たる根拠はないんですよ、うん、ないにもかかわらずなんか疑わしいとで疑いを晴らすことができないっていうんで出場停止処分とかさ、はぁ、何やってんねんとふざけんじゃねえよとね。でしかもあの時三浦さんは竜王戦の、挑戦者になっていたんですよ。なのに挑戦権を剥奪して、竜王戦出られなかったんですよ。ふざけんなって話なんですよ、うん、竜王戦って言ったら将棋界の最高峰と言われる棋戦ですよ。もうさプロ棋士にとってはもう夢の大舞台なんですよ。その大舞台に立つチャンスを掴んだのにそのさ挑戦権剥奪されてね、何の根拠もなく、お前ソフト出ししてるんじゃないか疑わしい疑わしいって言われて竜王戦出られなくなっちゃったわけですよ、うん、ふざけんなって話ですよね、うん。まあ、あの事件は最終的には第三者調査委員会っていうのを設立して、まあ、調査委員会が、まあ、三浦さんが不正をしたという根拠はありませんっていうことで一件落着したんだけれども、あの事件で分かったのはもうプロ棋士の問題解決能力のなさ、あるいは政治力のなさですよ、まあ、プロ棋士の先生方は将棋は強いですよ、うん、将棋強いけどただ将棋強いだけなんですよ。その将棋盤っていうね、その81マスの将棋盤の上では確かに強いですよ、うん、もう私がプロ棋士に対局を挑んだとしてももう100回やれば100回負けちゃいますよ、うん、1000回やれば1000回負けるんじゃないですか。それぐらい強いんですよ。強いんだけどもただ将棋が強いだけでその組織運営のプロじゃないから、うん、なんか問題が起きた時にそれをちゃんと解決するとか、その三浦さんのソフト出し疑惑っていうのはさ そういう問題が起きた時に、どう判断するべきなのかとかさ、その善悪を判断したりとかその組織運営としてどうあるべきなのかとかさそういうことをさ判断するものとしてはもう完全にド素人だったってことですよね、うん、でもさなんかやっぱりその、まあ、将棋ファンの皆さんもそうだし、プロ棋士の間でもそうですけどなんかねプロ棋士って神様扱いされてるんですよ。もう将棋が強いってだけでもう大先生なんですよ。で大先生だから将棋以外のことに関してもちゃんとした判断してくれるんじゃないかみたいな、なんかねそういう幻想があるんですよね、うん、ただなんか将棋ファンの人たちも
今あの事件についてはあんまり語りたがらないんですよ。タブーになっちゃってるんですよ、うん、プロ棋士の汚い部分をあらわにしてしまったからね。でもプロ棋士はやっぱり将棋ファンの人たちからすると大先生なんですよ、うん、大先生であるがあり、その大先生たちがそういうトラブルを引き起こして疑わしきを罰してしまったっていうさ、それがね、もう見たくない現実なんですよね。でも見たくないんだけど事実じゃないですかね。何の根拠もなく即座し扱いをして出場停止処分にして竜王戦の挑戦権を剥奪してしまったっていうね、もう絶対にやってはいけないことをやってしまったっていうのはさね、だからそうですよね。だからまあ、あの事件の時に羽生さんが疑わしきは罰せずだと思いますなんて発言がありましたけれども、そんなの当たり前で、わざわざ羽生さんが言わなくてもそんなの私でも言えますよ、うん、でもさ、羽生さんがそれを言うと、いやさすが羽生先生まともなことを言うとかさ言うでしょ。いやいやいや、羽生先生じゃなくても誰でも言えるし、そんなの現代社会の当然の前提でしょね。え、疑わしいってだけで処罰してはいけない、当たり前ですよ、うん、なのにね、プロ棋士のやることならさ、まあ、プロ棋士の先生方ならば何とかしてくれるに違いないっていうふうに思い込んじゃうバカね、まあ、これが現代日本人の、悪い癖ですね。いやだからさ、今度2021年には衆議院選挙がありますけども、将棋のプロ棋士が出馬したら当選しちゃったりするんじゃないの、うん、私は将棋のプロ棋士として何十年やってきました、その経験を生かしてなんて言ったらさ、選挙で当選しそうじゃないですか、うん、なんか下手な政治家ね、なんかその自民党だか共産党だか知らないけど、そんなさ職業政治家よりもプロ棋士の方がうまくやってくれるんじゃないかとか思っちゃいませんか皆さん、うん、将棋のプロ棋士が衆議院選挙に出たら一票入れたくなるでしょ、それですよ、うん、別にプロ棋士が全員ダメだとは言いませんよ、言わないけども、でもそのなんか将棋が強いね先生方ならば他の問題に関してもうまくやってくれるんじゃないかみたいな、そういうのがさ日本人あるんですよ。でこれが失敗のもとなんですよ、うん、ちゃんとその人に合った仕事、その人が力を発揮できる条件とかをちゃんと考えないね、特殊な条件でしか使えない技術を絶対化してしまうと。でその点さ、アメリカ軍は結構合理的で、人はうまく力を発揮できないこともあるから、素人でも使えるような武器を開発したりとか、どんな人にも使いやすいような兵器で、戦争をやったりとかですね、そういう風にやってたらしいですね。もう日本人の、非合理な思想と比べると、まあそれはね、もう経済力の差だけじゃないっすよ、その辺の思想的な差が、日本の敗戦につながったということですね、日本人は未だにそれを反省できてないという残念な現実があるわけですよ、あとそれから、第10章思想的不徹底、これも面白い話ですね、日本人は自分がどうしたいのか、どういう目標を立てて、最終的にどういうゴールに向かって歩んでいきたいのかっていうことをちゃんと自分で考えて、行動することが苦手なんですね。太平洋戦争の時にも優秀な技術者はいたんだけれども、その人をどこの部署に配置したらいいのかと、最終的なゴールに向かってここはこういう人を使ってこういうふうにしようとか、そういう全体的なその対局的なその戦略ってものを練ることができなかったので、優秀な人が力を発揮できずにニートになっちゃったと、うん、そして、結局日本は戦争に負けてしまいましたと、そういうね話があるんですね。日本人は細かい計算をしたりとか、細かいね、細かいそのなんか部品を組み立てたりとか、その細かいところを見るのは得意なんだけれども、対局を把握してその長期的な戦略を練るっていうのがもうとにかくできないと、うん、これはね本当今の日本人も本当そのね弱点を継承してますね。繰り返しになるけど、2021年のコロナ騒動ですよ、もう専門家たちは、感染が増えてるから自粛しろとかね、感染者が減ってもさ警戒緩めるなとかね、また波が来るぞとかね、行動制限を緩めたら
またウイルスが広まっちゃうぞとかさ、ね、コロナウイルスが収束、あ、だからさ、あの水戸駅前見渡すとさ、ほとんどの人がマスクつけてるじゃないですか。で多分彼らにインタビューして、あのすいません、あのいつまでマスクやるんですかってさ聞いたらさ、いやーコロナが収束するまでですかねとか言うと思うんだけど、いや収束って何ですかと、で収束ってどう定義されてるんですかと、ね、ウイルスそのものはなくならないんですよ。インフルエンザも結核も、感染症そのものがなくなることはないですよね。だから収束ってのは、自然界の出来事ではなくて、自分たちが人間社会の中でこれが収束だっていう風に見なすしかないんですよね。だからどういう風に収束を定義するんですか、どういう風にこのコロナ騒動を終わらせるんですかっていうね、これコロナ騒動は終わるものではなくて終わらせるものなんですよ、うん、勝手にウイルスがなくなって終わりましたじゃなくて、どのように僕たちは終わりにするのかっていう問題なんだけども、ただその専門家もさ、政府も、どういうさゴールを描いて、どういう社会に戻し、どういうふうにしてこの僕たちの、自分たちの社会を元に戻していくのかっていうさ、そういうさグランドデザインっていうか、その対極的な、イメージっていうものをさ全然さ話そうともしないし、国民に提示することもできないじゃないですか。でこれですよ、うん、対極的な戦略が何にもない、うん、たださ、ここにね、なんかワクチン開発しましたとかね、ワクチン接種しますとかね、なワクチンをですね、まあ、その冷凍庫で運んで、接種しましょうとかね、水戸駅前で接種しましょう、わかりませんけど、みたいな感じでその細かいことをするのは得意なんですよ、うん、それは素晴らしいことなんだけども、いやそのもう少し広い視野で、社会をどういうふうにやっていったらいいんだろうかとかさ、そういうそのどういうゴールに向かって僕たちは歩んでいくべきなのかっていうさ、そういうことが全くさ、議論できないので、人々は右往左往してしまって、あどうしよう、僕は僕じゃなくてみんなはってなっちゃうっていうね、まあバカですね、うん、まあそんな風に、太平洋戦争の時に日本軍が犯してしまった数々の失敗、そしてその当時の日本人の、バカな思想というのは現代の日本人にそのままそっくり受け継がれてしまって、またバカなことを日本人は何度も何度も繰り返して反省もせずに、やってしまってるというね、まあ、残念な、事実が浮かび合ってきてしまうわけなんですよ。まあ、でもさ、まあ、これらの話を聞いたとしてもさ、今の日本人はさまあそうだよね、まあ、僕たち日本人ってそんなもんだよね、まあそういうもんだよ、まあまあそうだけど頑張っていくしかないよねみたいな感じで、なんかさ諦めちゃってますよね、うん、まあしょうもないっすよ、うん、だからこの本の最終章に書かれてるんだけれども、人は一つの通常性、まあ、日常性のもとに生きてると。しかし日本人はその日常性というものを、その日常性という現実を意識しないことを一つの通常性にしてしまっていて、自分が生きている場所っていうのをね、把握できなくなっちゃってると、うん、だから日本人は、自分の思想とか自分の判断基準とかそういうものをね、口にすることができずに、なんか虚構の世界を生きてしまうようになっちゃってるよねっていうさ、それによって無茶な戦いに邁進してしまい、で自分が何をやってるのか、どういう目標に向かってやっていくべきなのかってことがわからない、もう本当にもう空中楼閣のようになってしまってるっていうさ、話をするんですよ。まあ本当日本人ってしょうもないよね。まあ自分自身もそういう性質を受け継いでしまってるかもしれないということを、ちょっと俯瞰的に、まあちょっと謙虚な気持ちで見つめながら、それでもやっぱりちょっと反省して、自分たちの国家コミュニティを良くしていこうよなんてさ、やってもさ結局さ現実という波に押し流されて日本人は反省しないし、もうさしょうもないよ、うん、しょうもない、うん、そうなってくるとさ、もうその日本人っていうのはもうしょうもない生き物なので、もう自分の、まあ、自分とさ
馬の合う人たちだけでさ仲良くして、後の人はさもう全部さ動物扱いでいいじゃないかと。この辺日本あの水戸駅前で歩いてる人たちなんて、そんなの、まあ、まあ一人の人としては尊重するけども、自分とは関係ないので、まあ一匹のさ生き物というふうに見なして、まあなんかバカなことやってますねみたいな風に、まあそういう見方をした方がいいのかなっていう感じがしてきちゃうし、まあ実際さそういう振る舞い方してますよね今の日本人は。だからしょうもなくなっちゃうんですけどね。まあ日本が経済成長しないっていうのもさ、まあそういうのがあるんでしょうね。まあ経済成長しなくてもいいと思っちゃってる節がありますからね今の現代日本人は。まあどんどん、まあ、日本がどんどん安っぽい国になって、日本の土地とか建物とか会社がさどんどんさ外国に買収されればいいんじゃないですか。もうどんどんさなんかアメリカの、ね、会社かなんかに買収してもらってさ、でその欧米流にさ改造してもらって、あの海外に引っ張ってもらうみたいなさ、そういうのがさせめて日本人の生き残る道なんじゃないですかね。まあ身も蓋もないことを言うけど、まあそんな気がしてきちゃいますよ。まあそれでも自分自身だけはこういうねしょうもない日本の中で強く自由に自分らしくね暴れ回っていきたいなと思っていますけどね。というわけで今日は山本志平さんの日本はなぜ破れるのかという本を紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。